はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。今日は兵庫県加古川市にあります貴重な加古川店さんにやってまいりました。さあ、そして今日は抽選の方がですね300名以上集まられてたんですけれども、やってしまいました。今日は抽選番号が316番ということで、かなり最後尾に近いところでの入場となります。とにかく今日は199話ここで勝って、そして200話の大きな節目は連勝で飾りたいと思ってますので、まあちょっと出だしこけましたけど、ここからなんとか結果を出せたらなと思います。それではシーサーの街道日記第199話、よろしくお願いします。さあ、やってきました貴重な加古川店さん。実は昨年12月にグランドオープンしたばかりの新しいお店になります。綺麗ですよね。そして広いですね。総台数は1009台。おはようございます、よろしくお願いします。おはようございます。わあ、スロットコーナーがすごいですよ。こちらにバジリスクの木札ありますけど、もちろん座ることはできませぬ。とりあえずダイブを抑えないと始まらないので、マジハロホー、こちらの台から今日は行きたいと思います。199話スタートです。今日の狙いは何だったかと言われればバジリスクの木札ですけれども、まあ、座れなかった時は実はマドカマギカあたりをですね座れたらなって思ってましたが、それも無理です。どうしようどうしようって言いながらホールをぐるぐる回っててたどり着いたのがこのマジハの方です。果たして街道日記の連敗を阻止できるか、そして200話を前にトータル収支をちょっとでもマイナスがちっちゃくできるか、大事なところですね。今日はさあ、炎症モードは開始73ゲームというところですね。ゲーム数管理の問題ですので、まずはボーナスを早めのゲーム数で当てて、その中でマスカリダッシュまで掴んで、ここは勝ちたい、絶対に勝ちたい。今日はこれで投資が200枚目の投資になります。ここで激アツ演出、激アツ演出というか激アツです。今日の最初のボーナスとなりそうですね。痛いです。僕の出番。
開始212ゲーム、投資は400枚から。ここはゲーム数回数でのボーナス当選ですね。さあそれでは行きたいと思います。今日1回目のボーナスはレギュラーボーナスです。
魔法陣は落下せず。これですね、もうここ最初のゾーンまでは回しますけど、もうそこで当たりが引けないようならもうやめます。ちょっと危ないですもんね、これ以上は。16番、かなり遅い入場だったので、もうしょうがないっちゃしょうがないんですよね、台が取れなかったのは。だからといって朝一座った台をしつこく追うのはどうかなと思っております。勝負かけよう。ここは空いた空き台ありました。バジリスク2が1台空いてますね。行きましょうか。ちょっとですね、当たりは重たい台ですけど、あのマジハの方を打ち続けるよりはいいかなと思います。移動します。バジリスク2、はい、マジハの方はやめました。投資があの台で結局1850枚まで行ってしまいまして、バジリスク2に来たんですけど、こちらの台もですね、実はもうすでに約2000枚積み込んでいる台です。まあそれでも ART 入れば、こっちはもう ART 入るんで打ちます。131ゲームからこれで総投資は1900枚目になります。マジハの方で天井を迎えてレギュラー引いて、いきなり投資が大きくなって、そのまま ART 当選までなんて言いながら向きになって回したって多分いいことないでしょうから、今日はまくってやる。絶対にマジハの方の空をこの2でまくってやる。振動付きです。ケンスケ、セガドラ、ナカ
は2点止め突入です。健之助様、よかった、お会いしてございました。狙うのさ、狙うのさ、中之助、
3セット目よし一気に伸ばせここで中とにかくあとは上乗せ乗せて乗せて乗せまくってセット数を重ねていかないとすいませんはい、実戦終了です。いやー今日は本当に苦しい一日でした。結局今日は投資の方が3450枚大きい投資になりました。そして交換はこちらですね、バジリスク2での交換864枚、なので今日は収支の方がマイナス2586枚という大きな節目を前にまた大きなマイナスを出してしまいました。まあ、またリベンジする機会があればこちら加古川市のキコーナさんお邪魔したいなと思ってます。さあそして次はいよいよ博多での大きな節目第200話になりますので、もうしっかりここでは結果を出したいなと思ってます。以上審査の街道日記第199話でした。